中村晋介は、プロレスラー。京都府峰山町出身。京都府立峰山高等学校。青山学院大学経営学部卒業。血液型 A 型。アメリカ合衆国フロリダ州オーランド在住。小学生の頃に空手を習ったが、すぐ辞めた。中学生になると、バスケットボールを始め、ブロック大会でチームを優勝に導く。 主要メンバーだったこともある。中学卒業時にプロレス入りを希望したが、母親に高校に行ってからでも遅くはないじゃないと悟され、高校に進学し部活でレスリングを始めた。卒業時にも再びプロレス入りを希望するが、母親に大学に行ってからでも遅くはないじゃないと悟され、青山学院大からのスカウトもあり進学した。大学ではレスリング部と美術部に在籍し、 レスリング部では首相を務めた。並行して、総合格闘技道場である和術研修会、RJW でも一期生として練習を行っていた。画家としても展覧会に出展している。2002年2002年、新日本プロレスに入門。同年8月29日、日本武道館における安田忠夫戦でデビュー、セコンドには当時引退をして、 中村を指導していた、木戸サムがついた。レスリングでの実績とデビュー前に総合格闘技のトレーニングを行っていたことから、当時の新日本の格闘技路線の申し子として期待を受け、デビュー戦後はシリーズには帯同せず、LA 道場で総合格闘技のトレーニングを重ねるという新人としては異例の待遇を受けた。12月31日、 猪木ボンバイエ2002におけるダニエル・グレーシー戦で総合格闘技に初参戦。2R2 分14秒、腕ひしに逆十字固めで敗北。2003年から2005年2003年5月2日、新日本アルティメットクラッシュ大会で、ヤンザ・ジャイアント・ノルキアと総合格闘技ルールで対戦し勝利。8月にはデビュー1年にも見たないキャリアで、 G1 クライマックスへ初出場。安田、柴田勝頼から勝利を収める。12月9日、天山広吉の所持する IWGP ヘビー級王座に初挑戦。逆十字固めで、天山からタップを奪いデビュー最速、最年少での同王座体感を果たす。12月31日、K1 プレミアム2003ダイナマイト、デキックボクサーのアレクセイ・イグナショフと対戦。 3R でイグナショフの膝蹴りを受けダウンし、すぐに立ち上がるもレフェリーの平直行が即座に TKO を宣告し、敗北を喫するも中村側からの抗議によりジャッジを見直されて無効試合となった。2004年1月4日、自身の持つ IWGP ヘビー級王座と NWF ヘビー級王座の統一戦と名打たれた試合で高山義弘と対戦。 チキンウィングアームロックで鉱山からギブアップを奪い、i w g p 王座を防衛、並びに NWF ヘビー級王座に対感しに噛むうとなるも後日 NWF を封印。その後、精密検査のため欠場し、i w g p 王座も返上。5月22日、K1 ロマネックスでイグナショフと再戦し、ニアール1分51秒前ワンチョークで勝利。 以降、総合格闘技のリングには上がらず、プロレス業に専念する。11月、大阪ドーム大会で、突然のカード変更により、中西学と組んで、藤田和幸、剣道家新組と対戦したが、ピンフォール負け。試合後に、カード変更を打診したアントニオ猪木から、鉄拳制裁を受けた。12月、棚橋博史と組。 IWGP タッグ王者決定戦にて、佐々木健介、鈴木実の組と対戦。棚橋が鈴木からドラゴンスープレックスホールドでピンホール勝ちを収め、第47代 IWGP タッグ王座に就く。翌年10月に陥落するまでに4度の防衛を果たした。2005年1月4日、棚橋を破って IWGPU-30。 無差別級王座を奪取し、ベルト封印を宣言した。3月12日に全日本プロレスに流出した IWGP ヘビー級王座を奪還するため、全日本のリングに単身乗り込み小島聡に対戦を直訴。26日に新日本両国国技館大会で、タイトルマッチが組まれるも60分時間切れ引き分けで、王座奪還は失敗に終わる。 2006年から2008年2006年1月4日、IWGP ヘビー級王者ブロックレスナーに挑戦したが惨敗。3月、会社は無期限の海外修行に出すことを決意。この遠征はすでに団体の最高峰を獲得したことがある中村を海外修行に出すという稀な例であった。しかし、遠征先では試合を一切行わずに新日本、ロス道場で汗を流し、 9月24日に外戦帰国した。10月、蝶野正弘とタンクを組み、ベビーフェイスからヒールへの路線変更を図る。また、半年間の海外修行で、ビルドアップされた肉体に合わせ、コスチュームもロングタイツから、ショートタイツに変更。長州力、中西学部組相手に外戦試合を行い、新規ランドスライドで、長州から3カウントを奪った。 同月に行われた G1 タグリーグでは、長野とタッグを組んでエントリー。決勝トーナメントにて、ジャイアントバーナード、トラビィス・トムコ組を撃破し、決勝戦で、棚橋博士、金本幸治組の王者タッグを破り優勝。試合後に、長野、バーナード、トムコと共に、長野政権を築くと宣言。12月10日に帰国後初となる、IWGP 王座に挑戦。 棚橋と対戦するも、ドラゴンスープレックスホールドで、ピンホール負けを喫した。2007年1月4日、川田俊明と対決するも、顔面へのミドルキックを喰らい敗戦。8月には、G1 クライマックスに出場。決勝トーナメントまで駒を進めるも12日、準決勝で、長田博士に敗れる。この試合中に、なだれ式エクスプロイダーを受けた際、 左肩側から不自然な形でマット状に落下。後日、検査関節靱帯断裂及び脱臼で3、過月間の絶対安静と診断された。26日より CTU 解散に伴いミノル、ミラノコレクション AT 等と共闘を選択。後日に新ユニットライズを結成した。9月1日に結婚披露へを行った。 11月11日に復帰戦を行い、ライズを正式に指導させる。2008年1月4日、棚橋博士を破り第48代 IWGP ヘビー級王者となった。試合後に3代目 IWGP ヘビー級王者を、所持するカートアングルとの対戦を要求。2月17日に、 ベルト統一戦を行うで非主義逆十字型目で勝利し三代目ベルトを奪還したが、同ベルトに対する世間のイメージが悪くなってしまったため封印。新たに四代目の IWGP ベルトが製作されることになった。それに伴い、借りていた形になっていた二代目 IWGP ベルトを3月2日ゼローネマックス工楽園大会に参戦時に、 橋本大地に手渡し橋本家へ返却した。3月20日、4代目ベルトを掲げた初の防衛戦で、棚橋から勝利を収めるも、4月27日に全日本プロレスの武藤刑事に敗れ、IWGP ヘビー級王座から陥落しベルトの他、団体に流出を許してしまう。10月13日にリマッチ権を行使し、武藤とのタイトルマッチに臨むも、フランケンシュタイナーで、 ピンホール負けを喫した。2009年から2011年2009年1月4日、東京ドーム大会で、後藤博士大木と組、プロレスリング、ノアの三沢光春、杉浦隆史組と対戦。杉浦から腕ひしぎ十字固めでタップを奪い勝利。以降、ホームアウェイ問わず、両団体での対抗戦で継続されていった。2月15日に王座を奪回した。 棚橋博史から指名を受ける形で IWGP に挑戦するもハイフライフローでピンホール負けを喫する。3月1日にノアの日本武道館大会にミラノコレクション AT と共に参戦し杉浦隆塩崎強史組と対戦。ミラノが塩崎にピンホールを奪われ敗北。4月5日、マカベガタナギとのシングルマッチでレフェリー不在の中。 矢野ーが乱入し、新壁を椅子でオーダこのアシストを経て新壁に勝利し、後日に矢野ら Q、GBH メンバーと共にカオスを結成。コスチュームも黒のロングタイツに変更した。カオスの他のメンバーのような、明らさまな反則やヒール行為などは言っていないが、ファイトスタイルが今まで以上に殺伐としたものになった。8月に行われた G1 クライマックスでは全勝し、 決勝トーナメントで一番乗りを上げるも、決勝で新壁に敗れ準優勝。G1 終了後に、棚橋が怪我により、IWGP 王座を返上。それにより9月27日、新壁との IWGP ヘビー級王者、決定戦が急遽決定する。この試合に勝利し、第53代 IWGP ヘビー級王者に、はじめかん。また試合後マイクを持ち、チョキー。 と叫び物議を醸した。2010年1月4日、高山義弘と6年ぶりに対戦。ボマイエでピンホール勝ちを収め4度目の防衛に成功した。その後の5月3日にマカベガタナギとの防衛戦に敗戦。この試合中心壁のなだれ式、パワースラムを受けた際に、古傷である左肩を負傷。その後の工業でもテーピングを貼って出場するが、 ドクターストップがかかり、治療に専念するため欠場に入る。6月19日に復帰。8月の G1 クライマックスに出場し最終戦で、塩崎剛と対戦する文字間切れ引き分けに終わり、予選落ち。22日にノアに乗り込み再戦するも敗戦。10月、小島聡がマカベから IWGP ベルトを奪取した際、次期挑戦者として逆指名される。 のらりくらりと指名を拒み続けたが、堅くなに嘆願する小島に結局会社の同意の下で、それを承諾した。12月11日に IWGP 戦で小島に敗れた。2011年1月4日のレッスルキングダム V にて、塩崎と対戦し勝利。対戦成績を5分に戻した。3月に開催されたニュージャパンカップでは決勝にまで、 進出したが、長田博士に敗れ準優勝。4月、長田との防衛戦を終えた直後の棚橋のマイクに対して、鬱陶しくねえだろうと突っかかる形で返答し、IWGP 王者挑戦をアピール。公約通りに5月3日の福岡大会で挑戦するも敗北。この年から腕を、だらりと下げて脱力するようなムーブを多用し始めた中村に対し、前哨戦で、 棚橋は、あのふにゃふにゃした動きは好きじゃないと発言すると、中村も、ふにゃふにゃじゃなくて、くねくねしてるだけだろうと応戦。試合後も、中村は、また立ち上がればいいんだろう。悪いけど、折れないんでね、俺の心は、こんなくねくねしてるんでね、と発言。この時期を境に、中村独特のムーブに対して、くねるという表現が使われるようになる。 8月の G1 クライマックスでは自身の出場ブロックで最終戦までに勝ち点が5人も並ぶという混戦状態に陥るも最終戦の対戦相手であり同点で並んでいた鈴木実との事実上の決勝進出決定戦に勝利決勝戦では内藤哲也を破り初めて優勝した9月の神戸ワールド記念ホールで行われた星野寛太郎追悼大会で IWGP ヘビー級王者棚橋に挑むも、敗れる。2012年から2016年リングアナウンサーの選手コールに合わせて、ポーズを決める中村。2012年7月22日、キズナロード最終戦にて、後藤博大王が保持する IWGP インターコンチネンタル王座に挑戦。勝利を収め、第四代王者に輝いた。しかし、 試合後のコメントで、同王座のデザインに対して酷評し、会社に対して作り直しを要求。ベルトの革の部分を白くする変更がなされた。このインターコンチ王座初体感により、中村は同王座を輝かせることになる。8月26日、アメリカ・カリフォルニア州に拠点を置く SWF に参戦。同団体で新たに制作された IC 王座をかけて、 オリバー・チョーンと対戦し、初防衛に成功した。12月10日、プロレス対象技能賞を受賞。2013年1月4日、レッスル・キングダム7のダブルメインイベントに登場し、i c 大座選手権試合で、桜場和紙を破り、4度目の防衛に成功。その後も挑戦者たちを退け、防衛回数を8までに伸ばす。5月31日の CMLLN 政治に、 行われたタイトルマッチでラ・ソンブラに敗れ、一度は王座を手放すも、7月20日の絆ロード2013最終戦で、再び i c o 王座をダッシュし、第6代王者に返り咲いた。下半期は3度の防衛を達成している。2014年1月4日、レッスルキングダム8で棚橋と対戦して敗北し、i c o 王座から陥落。2月9日のザニュービギニングイン広島で、 リマッチを観光したが、ここでも敗北。3月、ニュージャパン CAP に出場し、決勝戦で、バッドラックファレと対戦し、BC の介入に苦しめられ、終盤には、期待から流血しながらも、ファレを下して初優勝。今大会の優勝者には、IWGP ヘビー級王座と、IWGP インターコンチ王座のいずれかに、挑戦できる権利が与えられ、 中村は IC を選択する。4月6日、インベージョンアタックで棚橋と再戦。この試合に勝利を収め、第8代王者に返り咲いた。5月25日、横浜アリーナにて、12年前に総合格闘技ルールで敗れた、グレーシー一族のダニエル・グレーシーに IC 発防衛戦で勝利を収めた。しかし、6月21日、 バッドラック・ファレに敗れ i c o 王,王座から陥落した。8月10日、G1 クライマックス24優勝決定戦、西武ドーム大会でのメインイベントにて、同門カオスの岡田和地下と対戦したが、敗北を喫し、準優勝となった。9月21日、ファレの持つ i c 王座戦のリマッチに勝利し、第10代王者になった。10月13日の試合後、 柴田勝頼を挑戦者に逆指名し、対戦が決定。11月8日、柴田に勝利して初防衛に成功。試合後に、メッシブセが乱入して、中村を、ジャーマンスープレックスで投げ捨て、挑戦を表明。中村はこれを受諾した。2015年に1月4日、レッスルキングダム級で、イーブシコータとの IC 戦で2度目の防衛に成功。翌5日、後楽園。 ホール大会において、長田が中村の持つ IC に挑戦表明し、2月14日、仙台サンプラザホールにて防衛戦を行い、3度目の防衛に成功した。3月のニュージャパンカップ終了後、同大会準優勝に終わった、後藤博士大きに6人タッグマッチで勝利。試合後に、後藤を存在が薄い、透明人間と挑発。しかし、 4月5日の両国大会で、後藤からピンホール負けを奪われると、5月3日のレスリング、ドンタクで、後藤に破れ ICO 王座から陥落することとなる。7月5日、大阪城ホール大会で忍者の衣装で入場し、後藤との IC のリマッチに挑んだが、敗北した。8月の G1 クライマックス25に出場中、左肘を負傷するも途中から、戦線復帰し、 B ブロック主位の岡田和地下からタップを奪い B ブロック主位となり、2年連続で優勝決定戦進出を決める。A ブロック主位の棚橋博史との優勝決定戦を激闘の末、敗北し、惜しくも準優勝となる。試合後、棚橋博史とリング上で握手し、勝利を称えた。9月27日、ディストラックニン,ンコブに手 G1 で勝利を収めた。 後藤博大ロから指名される形で IC 戦を行いこれに勝利して第12代王者に返り咲く。試合後、ブロートクラブのカール・アンダーソンとドク・ギャローズが乱入し、カール・アンダーソンが挑戦を表明する。11月7日、パワー・ストラグルにてカール・アンダーソンと IC 戦を行い、セコンドについたブロートクラブに苦しめられながらも勝利し、王座を防衛する。試合後、 アージスタイルズが、運のレフェリーからベルトを取り上げ、挑戦を表明しながら、中村にベルトを手渡す。中村はこれを受け入れ、w k 1にて、アージスタイルズと IC 戦を行うことが決まる。2016年1月4日、レッスルキングダム1にて、アージスタイルズと対戦。激闘のスウェーピンホール勝ちを収め、試合後は拳を合わせて、健闘をたたえあった。1月7日、 東京スポーツの取材により、新日本を対談することが明らかになるが、日韓スポーツの報道によれば、新日本プロレス側は、まだ何の話もしていないと遺跡を否定していた。しかし、12日、新日本プロレスより正式に対談と発表された。その後、WWE に移籍して、ファーム団体である NXT にて4月1日のテイクオーバーでデビューすることが、 WWE 公式より発表された。また、所持していた IWGP インターコンチネンタル王座は返上となった。1月30日、後楽園ホール大会で中村晋介総行試合と名打ち、岡田和地か、石井智博と組んで、棚橋博士、後藤博士大木柴田勝頼組と対戦。石井が柴田から勝利を収め、試合後は、 カオスメンバーからの祝福を受け、大会を締めくくった。同日をもって新日本プロレスを退団。それに伴いカオスだったい。なお、この年は、年頭より中村だけでなく、アージやイーブシラの主力も新日本を退団している。NXT2016 年2016年2月4日、リングネームを本名名義でデビューすることが発表された。同月22日。 ハードロックカフェ東京にて WWE と正式に契約を交わしたことに関して入団会見を行った。モニターを使用して渡米した際に WWE 本社にてビンス・マクマホン、トリプル H、ステファニー・マクマホンと会話を交わし WWE パフォーマンスセンターに訪問した際にはアスカ、ヒデオ・イタミといった日本人レスラーやフィン・ベイラー、マシュー・ブルーム、 マニーラーデといった新日本プロレスで苦楽を共にした人物たちと顔を合わせた。最後にファンに送るメッセージとして中村新介を世界にぶつけていきたいと思います。いやーお、とコメントした。3月16日、NXT にてリング上でサミ全員がマイクアピールをしているところへ GM であるウィリアム・リーガルが登場。NXT テイクオーバー・ダラスでサミに見合う。 相手として、世界でトップに入る男であると紹介されると、タイタントロンに映し出され、CU イン・ダラス・ウェン・ Wen, 新助中村テイクスオーバーとコメントした。4月1日、NXT テイク・オーバー・ダラスにて、サミゼインと対戦。脱力ロープブレイク、バイブレーション式踏みつけなど新日本プロレス時代の定番となっていたムーブを披露し、終盤にセカンドロープから後頭部に、 ダイビング式、金車差、そして、成長式金車差を決めて、NXT 初勝利を飾った。同月7日、NXT ライブにて、フィン・ベイラーと組んでバロン・コービンタイ・デリンジャーと対戦。最後に、ベイラーが、デリンジャーに1 9 1 6を決めて勝利した。5月25日、NXT にて、リング上で6月8日に NXT、テイクオーバー・ザ・エンドで、 NXT 王座戦の勝者に挑戦することを宣言したオスチンエリーズに対してバックステージより登場。挑戦するのはグレーテストであるエリーズではなくキングオブストロングスタイルで自身であると発言すると GM であるウィリアム・リーガルが登場。NXT テイク・オーバー・ザ・エンドでの対戦が決定した。6月8日 NXT テイク・オーバー・ザ・エンドにて オースチンエリーズと対戦。序盤より蹴り技で試合を組み立てるがエリーズより膝を集中して攻められると劣勢となり苦戦するが痛めているにもかかわらず膝での攻撃を強行。最後にはジャンピング近射差から近射差へとつなげて勝利した。7月1日から2日、東京、両国の国技館で行われた、w、WE ライブジャパンで対戦帰国。1日は クリス・ジェリコに2日はケビン・オーエンズに勝利した。8月20日、NXT ・テイコバー、ブルックリン2にて NXT ・王座を保持するサモア城に挑戦。勝利してベルトをダッシュした。12月2日、大阪府立単位区会館で行われた WWE ライブジャパンで外戦帰国。NXT ・王座を保持するサモア城に挑戦。王座を奪還した。 WWE2017 年2017年4月4日、WWE に昇格。スマックダウンにて、ザミズとマリースが、リング上にて、ジョンシナとニッキー・ベラのコスプレをして、マイクパフォーマンスをしているところに、バックステージから、バイオリニストのリーイン・グランド・ジュニアと共に登場を、果たした。5月21日、バックラッシュ2017にて、 ドルフ・ジグラーを相手に WWE デビュー戦を行い勝利した。8月20日、サマースラム2017にて、WWE 王座を保持するジンダー・マハルに挑戦。日本人初の王座大会を目指すが、シンブラザーズが乱入して、彼らを蹴散らした隙を突かれて敗戦した。8月22日、ニューヨーク州ブルックリンクのバークレイズセンターで、 シンブラザーズと一 VS にハンディキャップマッチを行った。シンブラザーズは二人で一遍に懸念式、ストンピング、コーナーに乗せられて、膝蹴りを食らわせ、最初は中村を劣勢に追い込むも、サミルを三角締めで、タップを奪って勝利。2分48秒での決着であった。中村が三角締めでフィニッシュするのは珍しい。かつて乱入により自身の試合を妨害した相手に、 勝った中村は、試合後、俺はマハラジャに勝ちたいわけじゃない。マハルに勝って、WWE 王者になりたいんだと宣言。10月8日、スマックダウン PPV 大会で、ジンバー・マハルと対戦。3度目の WWE ヘビー級王座、タイトルマッチとなったが、一度は、マハルのカラスを回避し、セカンドロープから、ジャンピング2位を成功させたが、ンブラザーズの妨害で、 マハルのロープエスケープを許した。途中で、僅差者を決めて、大座ダッシュかと思われたが、シンブラザーズの抗議で、リフェリーのカウントが遅れ、またもロープに逃げられて、ホールに失敗した。続けて再び、僅差車,車を狙った、中村だが、コーナーに誤爆。その隙をついたマハルに、背後から捕獲されてカラスを決められ、3カウントを奪われた。年月日、 ロイヤル・ランブルのロイヤル・ランブルマッチで14番目に出場。優勝を飾る。4月8日、レッスルマニア34における WWE 王座決定戦で王者のアージ・スタイルズに挑戦。近者差をカウンターでスタイルズクラッシュに切り返されホール負け。タイトル獲得を逃す。試合後、一度はスタイルズと抱擁、その後ひざまずきチャンピオンベルトを渡すも、 ベルトを掲げたスタイルズを、ローブロー、悶絶し、倒れたスタイルズに日本語で罵声を浴びせながら、場外に蹴り出し、最後は、禁車差を決め、ヒールターンを果たす。7月15日、エクストリームルールズの WWE、US 王座選手権試合で試合前に、王者のジェフ・ハーディーに対して、リフェリーの資格をついて、急所攻撃を敢行。 リフェリーが試合の安否を確認して開始した直後に、近者差を、未満 US 王座をダッシュした。12月25日、スマックダウンライブで、ルセフと、WWEUS 王座戦を行い敗戦。王座から陥落。2019年2019年1月27日、ロイヤルランブル2019キコフで WWEUS 王者のルセフに挑戦。ルセフが倒れている間に、 リングのターンバックルを取ろうとする仕草を見せて、ルセフのマネージャーのラナに体当たりを誤爆させると、後頭部への近射差を決めて勝利。リベンジを果たすと同時に王座を退官した。1月29日、スマックダウンライブで、アールトゥルースと WWEUS 王座戦を行い敗戦。わずか2日で王座から陥落。7月14日、エクストリームルールズ2019キコフで、 WWEIC 王者のフィン・ベイラーに挑戦。終盤に、ベイラーのクーデグラを避けると背後からの近射差、そして成長式近射差と決めて勝利。王座を体感した。2020年1月26日、ロイヤル・ランブルのロイヤル・ランブルマッチで11番目に出場。近射差を決めようとしたところを、ブロックレスナーに捉えられ、そのまま投げ出されて脱落した。 1>, 1月31日、スマックダウンライブで、ブラウン・ストローマンと WWEIC 王座戦を行い敗戦。王座から陥落。その後は、サミ・ゼイン・セザーロとヒールユニットを組み、3月8日のエリミネーションチェンバーで、IC 王者のストローマンと3対1のハンデ戦で、IC 王座戦を行う。数的有利を生かし、 終始優勢に立ち回り、全員の体幹をアシストした。7月19日のエクストリームルールズにて、セザーロと組んで、ニューデーの保持する、スマックダウンタック王座にテーブルマッチで挑戦。セザーロが場外に立てられた2段のテーブルの上に、コフィキングストンを叩きつけるパワーボムを決めて勝利。WE 入団以降で初となる、タック王座を体感した。9月28日、 ルチャハウスパーティーと対戦し王座防衛に成功。10月9日、ニューデートのタイトルマッチで敗れ、王座から陥落した。キャリア初期は、関節技を主体とした、総合格闘技色が強かった。その後、肉体改造を行って、体を大きくし、パワーファイトも行うようになる。カオス結成後からは、キックや膝蹴りなどの打撃にと大きな受け身を主体とし、加えて、 近年では入場時や試合中に随所でくねくねと体を脱力させる独自のムーブや唯一無二の言動は総じてキングオブストロングスタイルと称される2017年の専門誌によるとキングオブストロングが観客の絶大な支持を獲得と評されているカール・アンダーソンにボマイエを放つ中村フロントネックロック・シャイニング・トライアングル出展 WWEUS 王座、WWE インターコンチネンタル王座、IWGP インターコンチネンタル王座を腰に巻く中村。中村はペインティングを得意としている。学生時代からレスリング部と美術部を掛け持ち、双方で活躍してきた。岡本太郎にインスパイアされ、ウェブ上で彼の描くプロレスラーという作品が公開されている。 そして自ら描いた100点を超える絵画を持って、絵画展を主催したことがある。マタンクテレ、デザインはあの、デッサンあのコーナーにも出演したこともある。ジャーナルスタンダードや、アービカなどのアパレルにデザインを提供している。ありがとうございます。